佐賀らとも佐賀らとも先生記念碑、東京大学本郷キャンパス、佐賀らちやの墓城雲イメージ39年6月10日は、佐賀藩出身の乱邦医。天保7年佐賀城下八戸町に生まれる。陽名は公安。嘉永4年藩校行,行動館に入学。安政元年乱学寮入学。桜順天堂で、佐藤大善、長崎生徒区間で、 オランダ人に死亡インにより医学を学ぶ。明治政府にイギリス医学ではなくドイツ医学の採用を進言しその説が採用される。明治初期の医療行政において文部省医務局長などの役職を経験したが強引なドイツ医学の採用の進言の経緯でウィリスを押していた西郷隆盛や山内陽道の対面を潰したことで薩摩閥、土佐閥の恨みを受けた。 明治3年チアスの部下の大学会計の不正疑惑に連座して収監された。この時の壇上大長は、土砂閥の河野戸釜であった。後に、石黒忠則、江藤新平らの検索により出国が叶い復職が叶った。明治6年に第一大学区院学校校長と文部省医務局長兼築造局長を罷免される。 この理由は前日のドイツ医学採用の経緯や明治6年政変でゲ野ヤした親友の江藤新平を支持したことなどの理由が考えられる。その後は文部省内の官職で過ごし、明治18年文部省御用係として編集局勤務を最後に一切の官職から退いた。後年は顔面な性格によりように受け入れなくなり、寛解を去り晩年は妻を郷里において、 芝区新明町の長屋に愛人と同棲し、生活に困窮し、贅畜を片手に、遊女相手の町の占い師に身をやつしたと言われる。64歳で、訓後当然法奨を授与される。1906年、インフルエンザにかかりひっそりと死去した。死後、明治天皇の勅使が、再資料を持って、老宅を訪れた。近所の人々は、長屋に住む、裏ぶれた老人が、 かつての政府の嫌韓であることを知り、驚いたとされる。墓は、佐賀市の白雲院に建てられた。開名は、鉄心院角度治安教師。東京大学、池野旗門看護師寮付近に、石黒忠則の大学、入沢達吉の専門による石踏みが人知れずひっそり、立っていたが、東大病院の創設150周年記念事業の一環として、 新入院群 A の玄関付近に移転した。1873年11月15日から15位勲章当1900年3月24日、勲後等総高局実章。ありがとうございます。